選別の時みんなを助けたんだ。サビトが生きていたら、待って、義勇さんは自分が死んでいても同じことを思った。レンいい人だった。誰よりも優しくて、最後までならよかったんじゃないかと思った。でも信じると言われたなら、そうだそうだよ、らしくても生きていかなきゃならない。運を嫉妬して叩き上げてきたのか、とない俺がとやかく言えることじゃない。だけど義勇さん、ああ止まってくれない。人から託されたものを繋いでいかないんで。自分、友達を辞める。翌日に隠して守っているんだ。他の誰でもない死ぬんじゃない。姉が命を懸けてんだ。キュー。鮮やかに蘇る。トトのあのやりとり。だ。お。出すと、悲しすぎて何もできた。未熟でくりともしなくなったぞ。どうしよう、追い打ちかけてしまったのかな。あ、元気出して稽古しませんか。石義勇さん寡黙だけど。遅れてしまったが俺も稽古に。義勇さん、だが胡蝶に関しては聞いてなかったな。忍さん、そういや